けど心は繋がってることいつも感じてるよ。途切れない絆。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。素人相手に遊んでる場合じゃないで、これからお前の本当の戦いが始まるんじゃ。本当の戦いって？相手はランや、不足はなかろう。魔王剣居合剣によってランを倒すんじゃ。ランちゃんを、お姉ちゃんを魔王剣居合剣で？今日からわしはお前に魔王家居合剣のすべてを教え込む。18年かけて蘭に教え込んだのと同じだけのものを第2回プライムマット開催までにお前に授けようと思う。お前にはその覚悟があるか？覚悟があるならば妊娠、お前の手によって必ず蘭を倒すのじゃ。あ、お姉ちゃんは？なんで私が蘭ちゃんを？どうじゃ、覚悟があるか？なんでザオ家の私が魔王家居合剣を習得して、その上魔王家を名乗ってプライムマットに？お前は我が孫娘、魔王家の血を引いているだけでなく、わずかな期間とはいえ魔王家居合剣を学んだであろうが。パパはそれでええの？私は引退したお姉ちゃんに代わってザオ家八極拳の師範になったんや。それを我がザオ家八極拳にとってランさんは宿敵とも言うべき存在。我らの無念を晴らすのはお前こそふさわしいのではないか？そのために魔王家居合剣が必要ならばそれもやむを得まい。どうせパパはプライマットが商売になったらそれでええと思っとんねや。妊娠、私はパパとは違う。私はチコタンや。風船おじいちゃんが作り上げたザオ家八極拳は決して負けたわけやない。絶対私が再婚してみせるって。なんでランちゃんやのうて、この私が魔王剣やいけんを。ドラカモン、たくそじじい。リンシェンよ、なぜ今朝もお前は戦っておったんじゃ？このところ修行と称して喧嘩に明け暮れておったらしいが、それはなぜじゃ？強くなりたいから。ほう。とにかく強い奴と戦いたかったんや。で、いたのか？おったんか？おれへん。神戸にも大阪にも強い奴なんかどこにもおれへん。へっ、そらそうじゃ。そんじょそこらにおるわけがない。このわしに生まれてより18年もの間魔王家居合剣を叩き込まれてきた魔王蘭以外にはな。ザオ家魔王家など関係ない。強いかどうかそれだけじゃ。お前が真に強くなりたいのならばわしは全てを授けようと思うのやが、もう一度聞く。お前にその覚悟があるか？確かに無茶な話やもしれんの。
待って、おじいちゃん。師匠、何も看板まで外さんでも。だって私は破門されたんだし、それに創始者のおじいちゃんが家出しちゃったんじゃ、看板あげとくわけにはいかないよ。けど同情生のおじいちゃんたちは。おじいちゃんたちはマオラン個人として教えるよ。あの人たちこのまま放り出すことはないから安心して。私結構やる気満々なんだから。あ、では、はいはいはい。なんでこんなことになるんや。師匠にまた戦う気力が戻ってきた時に、なんで真央先生は看板を取り上げるようなことをするんや。おかしいやないか。真央家居合圏の看板背負ってプライマットに出るのがなんで凛ちゃんなんや。カブラギさん、え、おじいちゃんが蔵家に。蔵家から正式に凛ちゃんが真央家居合圏代表としてプライムマットに参戦するという発表があったんだが、真央さんがその凛ちゃんについてると分かったんだ。そうですか。今の君の気持ちを考えると何と言っていいのか。いえ、私は大丈夫です。大場くんもいるし、道場は続けるつもりですから。そっか。こんな時になんだけど、スポーツ記者としてここはどうしても確かめておきたいことが。第2回プライムマット女子トーナメントに出る気はまだあるのか、ランちゃん。もちろんあります。出られるのであれば。じゃあ明日の一面はランちゃんの参戦をぶち上げるから、本当にそれで行くよ。もう後戻りはできないぞ。いいね。はい。おい、大場くん、どうなってんの。大場くん、マオケ居合圏って本当に分裂したの。何度マオさんがサオケ側についたの。看板も外れてんじゃん。ランちゃん新しい看板を掲げる気なの。大場くん、何が新しい看板じゃ。ほな何かい、師匠と俺は偽物のマオケ居合圏ちゅうんか。ランちゃん、あんたちょっとなまってんな。このまんまやったら一回戦すら勝てへんのとちゃうか。マジで？これこそマジかっつんだよ。はっきり言うて、今のあんたでは10回戦っても1回も私には勝てへん。はぁ、いくらなんでも10回に1回って。よっしゃ、試しに今から本気で行くで。当たらんか、残念。そりゃ避けられますって。いくらなまった私の体でもさすがに。ほら、これは。これもあかんか。いや、だから無理ですって、そういうのは。なんとかしてプロレスラーのアイデンティティを保ちつつやな。戦えへんもんかと。アイデンティティですか。ぶっちゃけ魔王家居合圏は寝技が一切あらへんし、私から攻めへん限りそっちからは攻めてこられへん。ある意味こっちのやりたい放題や。それはランちゃんだけやのうて、パンチやキックに頼りがちになる他の立ち技系の選手全体に言えることやけど、寝かせられたら勝てる。私は勝ちたいんや。好きやに。本気で行く言うたやろ。マウント取られたで。どうする、どうする。いつまでも避けてられるかな。めぐみさん、私へのリベンジに燃えてる。本気でチャンピオンの座を狙ってるんだ。そんなに飛ばしてどうする、メグ。まだプライムマットまでにはたっぷり時間があるだろうが。うちらは日々進化してるで。いくらあんたが裁きの天才でも裁ききれへんほど進化してるんや。毎日地平の箱ほど練習してきてるだけな。あんたが怠けてる間に。メグ、ああ、えらいことになっとるな。べっぴんさんが台無しやがな。ほれ、これで冷やし。すいません。しかし、メフも容赦なしやな。あのな、ランちゃん、ええもん見したろ。まだ正式には発表されとらへんにゃが、これや。
前回優勝者のあんたの初戦の相手は未だ謎のままらしいけどな。で、うちの恵は前回準優勝のザオチュンヤンが出場せえへんから繰り上げで彼女の枠に収まっとる。なんでやろな。恵が優勝するためには二度マオケイアイケンと戦わんならん。同じ B ブロックのザオリンシェンと、それから決勝でランちゃんとな。まあ今回も厳しい思うけど、二人ともきっちり勝ち上がって優勝決定戦までいかんとな。めぐみはそのファイナルを楽しみにしてるからな。あんたにも頑張ってもらわんと。はい。うん、ランちゃん、あんたその顔面への一発はめぐみからのエールなんやで。そのこと忘れたらあかんで。はい。またおいでな、ランちゃん。ほんま、いつでもオーケーやさけ。はい。こっちも、マオケイアイケンとできるんは願ってもないことやから。今度は誰にも邪魔されやんと真っ向勝負や。もちろん勝つのは私やけど。望むところです。よっしゃ、それでこそランちゃんや。またな。じゃあまた。おじいちゃんがおらんでも、頑張るんやで。一人ぼっちか。それもよりによって自分の師匠で、たった一人の身内が敵側に回るなんてさ、本当に大丈夫なのか、ランちゃん。大丈夫です。こんなんで同情したらランちゃんに失礼や。あの子はほんまに強いもん。馬くん、戦闘は無理だから休業しようって言ったはずじゃん。それが。おかえりなさい、師匠。あなたたち。お久しぶりです、師匠。夏木さんたち、もしかして脱獄でもしてきたんじゃ。やだ、刑務所にでも入ってると思ってました。3人とも警察の方はなんとかセーフやったそうですけど、学校からは自宅謹慎で処分が下って、やっと今日ようやく晴れて師匠の元に戻れることになったんです。そうなんだ。師匠も今大変みたいやけど、私らがついてますからね。大船に乗ったつもりでいてください。銭湯も任せてください。そうそう、晩ご飯の用意もできてますよ。いいのかな、そんなことまでしてもらって。師匠、仕事の後でみんな一緒にお風呂入りましょうね。私らで師匠のお背中流させてください。なんて美しいしてやいや。ってことで俺も一緒に師匠のお背中流させてもらいます。うべ、うん、このドケベ。お前ら兄弟子の俺に何すんねん。今の大場先輩は兄弟子を乗ってただのエロ男になってました。エロはいけません、立派な犯罪です。じゃがしゃ、警察の世話になったお前らに言われとないわ。どうして、特に振り込まれてるはずなのに。まさかない。通帳、カードどころか金目のものは一切残ってない。出てくるのはエロビデオとエロ本ばっか。師匠、プライムマッチャのファイトマネーの振り込みがないのよ。きっとおじいちゃんの隠し口座に。マジっすか。さすがマオ先生や。ただのコレクターやない。これは相当のお宝やで。つまり何ですか。マオ先生はマオケイアイケの看板ばかりか、ファイトマネーまで。あんなクサジジー。ガクシュイ。ちょっと冷えてきたようやな。熱燗にしてんか。これから当分節約しないとね。節約料理は俺得意っすから、期待しててください。キャベツ炒めにコールスロー、キャベツの味噌汁に漬物、そして肉なしロールキャベツ。あんたキャベツ星人か。
いつらの仕業に決まってますよ。勝手にこんな看板掲げやがって。こらーこらー、何勝手に看板なんか掲げとんねん。どこじゃ、出てきさらせ。支配、ドリアーズ、さすが大場先輩、お見事。あんな兄弟子にいきなり襲いかかるとは、お前らどういうつもりや。申し訳ありません。失礼を承知で大場先輩に稽古をつけてもらうつもりがこういう形に。なるほど、奇襲攻撃をかけて隙を狙ったっちゅうわけやな。こら、俺は誰や思うとんじゃ。この男、大場正夫に隙があったらどっからでも伺ってこいっちゅう。ドア、隙だらけじゃん。なつきさんたちが道場のことを思ってくれるのはありがたいけど、私は看板なんかなくてもいいと思うんだよね。はあ。何よ、大場くんもなんか言いたそうね。師匠が魔王家居合権を破門になった時点で、今度の試合にはフリーで参戦することになったけど、道場に看板を掲げないとなると、俺ら何なんすかね。え、フリーである蘭師匠の弟子である俺らは、ただの子分とか？え、子分？私は看板は絶対必要やと思います。人が戦う時って大切な何かを守るためやないんかって。夏希さんがあの時、あの憎い奴にとどめをさせへんかったんは、絶対に怪我したくないもの、守りたいものがあったためやとも思うんです。サチ？それって、魔王家居合権という看板やったんやないかな。違う？夏希さん。サチの言う通りや。もし蘭先生と知り合うことなく、魔王家居合権を学んでなかったら、一体私はどうなってたか。そうや。私らは蘭さんに惚れたんや。惚れたからには、どこまでもついていく覚悟はできてる。私ら言うな。おばしはんも一緒じゃ。人から見たらただの板切れかもしれんけど、こんな時こそ、みんなの絆を、心意気を表す看板が必要なんやないでしょうか、蘭先生。師匠！みんなの、絆？準備できとるようやな。やっと自分が何をすべきかが理解できたが。理解なんかしてへん。なんで私が魔王家居合権なのって試合せなあかんねや。頼らんとこできるか。けど私は強くなりたい。今のところはそれでよかろう。ならば始めるか。それって佐王家八極拳の構え。わしが一撃必殺の居合拳を使っては稽古になるまいて。臨戦、お前は己の知りうる限りの魔王家居合拳を持ってこのわしに打ち込んでこい。どうした、怖いか。当たらんか。なんでよ。当てたつもりじゃろうが全然かすりもせんよの。ほほほほ。そんなアホな手品でもつことんか。わからんか。理由は簡単じゃ。それは己が弱いからに他ならん。そのくせあくまで自分の流派にこだわりおって、己の頭はとんでもない石頭よ。うっさいボケ。またじゃ。己が弱き者であることを知れ。魔王家八極拳をやめるな。くそ、くそ。心して答えよう。強くなりたいか。なりたい、強くなりたい。ならばわしの教えを請うことじゃ。
強き者になるお前にとって一番の近道であり唯一の道は魔王家居合剣を身につけること以外にはない。強くなれるんやったら、強なれるんやったら何でもやったる。魔王家居合剣やろうが何やろうが習得したらないか、クソジジイ。うひゃー、なんか宝塚みたいやん。ていうか幼稚園。じゃあこれは俺ら愉快な仲間か。ほな次。なんで花柄やねん。じゃあ横文字に。俺以前に看板邪魔になって中に入られへんやんけ。結局これに決定すか。師匠、看板も大事やけど、これからの生活のこともじっくり考えましょう。だね。おじいちゃんたちから聞きました。家計が大変なこと。お金のことなら私らでなんとか。師匠には試合に向けての稽古に集中してほしいんです。ってお前らカツアゲでもするつもりちゃうやろな。ダメダメ、そんなの。そこまでしませんって。おい、ランちゃん。カブヤギさん。いやー、そこで同情生の皆さんに会ってね。聞いたら今夜はランちゃんのプライムマット参戦を祝って宴会をやるそうじゃないか。俺もお邪魔させてもらおうと思って。宴会？そんな金があったら誰も苦労は。金やったらたーっと歩いて。え？わしらの目は節穴やなかった。モー先生のコレクションは超レアもんでな、どえらい高値で売れよった。ほら今からパッと行こうか。ピチピチにあれが4人もや。そんじゃそこらのキャバクラより楽しいで。おじいちゃんはいなくなったけど、私は決して一人じゃないんだ。めぐみさん、あなたのエールに必ず応えてみせますから。純也さん、試合以来会ってないけど元気にしてるかな。なんか家がごたごた続きで大変らしいけど。え、何、純也さん中国にいるの？へえ、中国か。一体何をしに行ってるんだろう。次回、格闘美神ウーロンリバース、異邦人。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今夜は朝まで私と踊って。